はい、先生。あ、え、多すぎる。戻せ戻せ戻せ。あ、おい。あと3グラム。はい、あ、おいよ。大事、1グラムが大事。お、ありがとう。これまででいい。3、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。アサミメイです。はい、というわけで今日太郎さんは、太郎さんここ大丈夫あんた。これアサミに中キスマークつけられました。アサミに中、あの大事なので取っておきます。はい、太郎さんはですね、溶き卵になって混ぜられてこちらにあり、はい、ました。今日はあの、ね、溶き卵として頑張っていただきたいと思います。ね、頑張ってね、はい、太郎。頑張れ。2人で料理する動画撮るのは初めてなんですけど、今日はですね、私がとっても作りたくて チュロスドッグっていうのをね、2人で作っていきたいと思います。ソーセージにチュロスが、ま、こう巻かれて上がってるものがあって、これは食うしかねえと、ていうか売ってねえんだら作るしかねえということで作ろうと思ったんですが、私なんとお菓子作りが苦手なもので測るのがめんどくさいですね。なので今日はお菓子の先生に来ていただきました。あさみ先生でございます。よろしくお願いします。あさみさん料理はできないそうなんですけど、お菓子作りはするということで。あ、しませんけど。あ、すみません、しなかったです。それではいきましょう。せーの、マグネット。まずはじめにですね、使うものを紹介していきましょう。はい、まず強力粉が 130g、 牛乳 150g、 砂糖 20g、 バター 20g、 溶き卵が 40g でございます。早速やっていきましょう。はい、下の中に何入れる？はい、牛乳入れてください。火はまだ？まだ入れないです。牛乳、砂糖、バター、豆乳、入れましたら、弱めの中火で沸騰寸前まで加熱します。弱めの中火と弱めの中火めっちゃ難しくない？弱めの中火やで、中火の弱めやから。で、沸騰しない、マジで焦げないように。沸騰寸前まで。沸騰寸前。あさみが料理してる、みんな見て。これで私の顔をふるいにかけます。厳選されたものしか残らないっていうことは、私は何も残らないです。沸騰寸前。はい、沸騰寸前。待って待って、はい、そう、置いてここに。正しい。ここ、あ、すげえいい匂いする。早くふるいながら食え。そう、あ、震えてないとこがあるよ。はい、震えてる。混ぜて。そして弱火にかけながら。弱火だっつうの。牛乳少なかったんじゃない？いや、入れたよ。150だよね。はい、こいつに入れて、で、混ぜてください。いくよ。こういうもんじゃない。でもめっちゃいい匂いするね。ね。この卵じゃん。これにやって。えいや。そいや。えいや。そいや。えいや。そいや。似合う。はい、まとまりました。でこれを絞りに入れていきます。サミちゃんはね、台所に立つってどういうことか分かってる？地球が滅亡するぐらい珍しいことだよな。うん、私の大好きなもの。はい、入れ終わりました。サミちゃんが洗い物します。感謝しろお前。ありがとう。刺していきます。ここで登場するのが
はこちら、竹串太郎です。あ、来たよ、ちゃんと出番が。エアの出番が来たよ。よかったね。こちらシャウエッセンでぶっ刺していきます。まっすぐね、まっすぐ出てよ。はい、こんなんです。はい、それ、こちらし、あそこ見せながらやりな。しょうがね、見せてやるよ。そしたらこのいい一番最初くっつけるやんか、こうやって。そしたらこうやってピッてくっつけとくんだって。わかる？こうやって、うん、で震えてる。やばい、ちょっと待って、握力めっちゃ使う。これこっちからも出ちゃうもん、大変だ。つけるの大変なんだけど。ちょっと待って、笑い事じゃねえ。ブス。ねえ。いけるでしょうか。いきます、再挑戦。さっきよりはスムーズだけど、めっちゃゆっくり。慎重にいこう。慎重にいこう。じゃあ、分かった。はい、うん、ないとこつけてよっ。したら一旦上げてみよう。これは上げてみたいと思います。くらいで一旦入れていきます。レッツゴー。本当はこうやって入れるんだよ。潰れそうで怖い。いっか、しょうがない。いい。絶対油少ない気がするけど。おー、すごい、なんか音が美味しそう。舌が固まったら曲げるね。うん、こいこい。これでやけどするじゃん、これにすると。うん、はい、ここでやって。今、あさみちゃんがぐるぐる調整。ねえ、細っ。力入んの。握力ないから。1個目上がったので上げます。これどこにあげる？ここにあげる？うん、せーの、こう。え、美味しそう。はい、触らないように。美味しそう。一旦ね、ちょっと周りをカリッとあげましょう。だから待ってる間に砂糖にやっていきたいと思います。あ、美味しい。うわ、うまそう。甘じょっぱいってやつですね。こんな感じです。ラストチュロス。バカ野郎。出来上がりました。出来上がりがこちらでございます。美味しそう、早く食べたい。てれー、チュロドッグ。早速食べていきたいと思います。手合わせてください。いただきます。どれがいい？全身いったら。あ、分かった。これにケチャップをかけます。あの、お好みであれね。あ、かけないの？かける。あ、バカ。あれね、マスタードとかかけてもいいよ、好きな人はね。いただきます。うん、うまい。うん、うわ、よかった。これうちもかけるね。え、うまっ。チュロスを初めて作ってくるんで、まずめっちゃうまい。いただきます。新しい味は甘い。うん、うまっ。うん、え、あれより好き。チーズドッグ。ね、今こっちの方が好きかも。チーズハットクよりめっちゃ好き。え、美味しいね、これ。あとシャウエッセンが最高。
それは間違いない。パリッパリ、これシャウエッセンだよ、うん、多分美味しいの。そうだね、うん、あでも周りもうまい、パリパリだ。うん、これって店はまだないの？ない、ないんだ。日本にはなくて韓国の、これ屋台飯らしいの、うん、韓国の屋台にあるんだけど、それを作ってる人のやつを見て、これ絶対うまいじゃんと思って今日は作ってみました、うん、で私今日ね、太郎がさお休みやんか、うんうん、だからねプレゼントを作りました。太郎見てるか、見てるか、竹串太郎見てるか、見ろ、ティッティリーン、ティッティリーン、エアチュロス。食べるのもったいないね。あとかわいい。エアに持って帰ろうかな。エア見て。お土産。お土産。エアチュロスだよ。最後に食べるわ。これはみんな、作ってほしい。2個目、いただきます。今日は5個作ったからね。うん。でも2人でモッパンってないね。確かに。初モッパンだ。もう二度とやりません。なんでなんで今日昼そう。かわいそうだけどエアチュロス食べようか。うん。じゃあ A 食べて、うち A 食べる。わかった。やれんかった。はい、 A 足いただきます。乾杯。チュロスだ。はい、最後の一口。ごちそうさまでした。はい、というわけでチュロドッグいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね作るにはまあ手間はいるかなって思うけど、こうやってお友達と作ったら楽しいかもしれないので、どういうこと。作り方はあの参考にした動画 URL 貼っときましょうか。あ、そうだ、ね、多分うちらの動画で参考にはならないかなと思うので、参考にさせていただいた動画 URL 貼っときます。以上、裏メイでした。バイバーイ。やめろ。